落老軍。落老軍は艦長によって設置され、紀元前108年から西暦313年まで存在した朝鮮半島北部の軍、植民地との見方も存在する一方で、完全に艦帝国が直轄する内地という見方も存在する。新番軍、林東軍、玄都軍とともに男四軍と称される。東方における中華文明の出先機関であり、 朝鮮や日本の中華文明需要に大きな役割を果たした。落郎軍の住民は王氏が多く、藩士がこれに次ぎ、この西でかなりの率を占めていた。前108年、元宝三年、朝鮮半島西部にあった英氏朝鮮を滅ぼした官庁により設置されたのが始まりである。軍事所は、朝鮮県、英氏朝鮮の王権城、今の平壌に置かれ、軍の南部には、 南部いが置かれていた。全82年、下都5年には、新版、リントンが廃止され、リントン軍北部の6県と玄ト軍の1県が、落老軍に編入された。これを、ミネ東7県、日本海側といいミネ東7県を管轄する軍事組織として、東部といが置かれた。玄ト軍は、その後段階的に縮小移転している。 この結果、落老軍は25件を抱え、この拡大した落老軍を、創業期の落老軍に対して、歴史学では、大落老軍とも言う。漢所地理士によるとその個数は62,812個、口数は406,748人あった。平安郊外の低下市は同364号分で、発見された、落老軍初元4年県別個工房によると、25、 県の初元四年、紀元前四十五年の個数は四万三千二百五十一個、人口は二十八万三百六十一人であった。大毛による新朝が成立すると、落老軍は学戦軍と解消され、諸県も名称変更された。その後の新末後官書の混乱期に土着官人の王朝が反乱を起こして一時的な独立国家を樹立したこともあったが、 五漢公武帝が中国統一事業の過程で30年には落老軍を接収している。その年30年のうちに五漢は峰東7県を廃止して現住民のエジンを健康に任命して独立させている。五漢末期の混乱期になると両党地方で台頭した高村氏が落老軍にも勢力を伸ばしその支配下に収めた。三世紀初頭には 高村氏の二代目、高村安氏が、軍南部の荒地を分離して、再開発し、大砲軍を設置している。ただし、名目上は、落郎軍から大砲軍を分置したと言っても、実際には、大砲軍の方が大きく、落郎軍はそれに比べて、主役の座を譲った格好になった。三国時代には、魏が238年に、洛郎、大砲軍を接収し、翌年、 一説には同年は女王姫子も大砲軍を通じてギッと通行した。265年儀に変わった進むが引き続き支配、したが、八王の乱以後は衰退の一途をたどり、313年にはコウクリに滅ぼされ、後にコウクリは落老軍の跡地に戦とした。落老、大砲の土着艦人たちはコウクリ、くらの支配下に入り、これらの王国に、 中華文明を伝える役割を果たした。楽郎軍地は、英史朝鮮国の都、王権は改め、朝鮮県を軍地とし、現在の平壌市付近の大道港北岸、現在の平壌市街に軍地が所在したと考えられている。平壌市街一帯には、楽郎官墓と呼ばれる、当時の墳墓が残り、その数は2000以上と言われる。 落老官房の多くは軍の下級役人たちのもので、母性は前期の木格墓から後期の戦室墓に移行している。その多くは植民地時代に日本の考古学者によって発掘された。普及上滅していない関大の木格墓が初めて学術的に発掘され、大型の木馬など大量の木製品、漆器が出土した。特に年号。 製造部署が国された漆器が重要で、前漢下元2年から五漢永平14年に至る長期間の遺品が出土している。ほとんどが非戦省で製作された漆器である。その中で、未座里第116号古墳から出土した、漆絵人物が増文箱は特に有名である。他にも、同郷や官員、玉器、土器、幹線などが出土した。 日本の壱岐市の春の辻遺跡では、落老軍の文物と一緒に、弥生時代の出雲の土器が出土しており、これは落老軍と行き、出雲の間の交流を示す。姫原西遺跡や西谷墳墓群がある、出雲平野には、強大な国があったと思われ、出雲が落老軍と深い関係を持ちながら、山陰を支配していた可能性がある。 北朝鮮の学会と韓国の在野の学者は朝鮮半島には古代から自主独立の国があったとする独自の歴史観を掲げるため落老軍が朝鮮半島にあったことを否定し中国の両東半島にあったものとしているこの話では落老軍が存在したとされる地域にあったのは落老国であるとするこれは中国の軍とは無縁の 朝鮮民族による独立国家であるとも、馬漢を構成する国の一つだったとも仮定し、戦前に北朝鮮で発掘された中国系の文化を示す出土品は、落郎国が中国から攻め取った戦利品なのであるという。同時に、落郎国王の姓は、蔡氏という中国風の姓だったともいう。三国式によると、三十年の五冠による洛郎軍の接収はなく、 支配者が王朝から再治に変わっただけで、引き続き、落老軍は、独立していて、落老国となっていたとする。高栗は37年に、落老国を滅ぼして併合したが44年に、五冠が水軍を派兵して奪還、落老軍を再建したという。今日、南北朝鮮で、落老軍が、帝国主義の偽造として悪魔化される理由は、これらは、植民地時代に、 日本の歴史学者、考古学者によって発見されたからである。その発見によって、漢王朝が平壌付近を統治しており、この中国の軍が朝鮮の文明の発展に大きな影響を与えたことが強調される。北朝鮮が朝鮮するまでは、洛郎軍は紀元前108年に古朝鮮を破った後に漢の武帝が確立した軍であったことは、 普遍的に認められていた。北朝鮮の学者は、漢王朝の墓を扱うにあたり、それらを古朝鮮や高栗の遺跡として再解釈している。中国の男に見られるものとの否定できない類似性を持つ遺物のために、彼らは、それらが貿易と国際的な接触を通じて導入されたか、または偽造だとし、決して遺物の朝鮮的特性を否定する根拠として、 解釈すべきではないと提唱する。北朝鮮はまた、落老は二つあったとし、韓は、実は、両東半島の両陰の落老を治めており、一方、平壌は、紀元前3世紀から2世紀まで存在した、独立した朝鮮の国家落老だったと言っている。彼らによると、落老の伝統的な見方は、中国の中国史上主義者と日本帝国主義者によって拡大された。 これらの遺説は北朝鮮の学会では定説となっており、韓国でも在野の歴史学会、アマチュアの歴史愛好家から支持されているが、主流の歴史学会、大学教授からなるからは批判されてり、韓国では定説になっていない。また、日本やアメリカや中国の学会では全く認められていない。現在のピョンヤン市には、ロー区域という行政区や、 楽路線という鉄道の路線がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。